冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオではですね、一人で、会話例とかを録音するときに、どうやって演じ分けたらいいのかっていうことをよく聞きますので、それについてちょっとお話ししてみたいと思います。っていうか、実際の例を見せてみたいと思いますね。これね、本当は落語みたいなことができれば、一人でね、二役、その顔だけで、演じ分けられると思いますけど、普通の人はちょっとそれ無理だと思うので、てか、僕はちょっと恥ずかしくてそういうのできないので、ここでは立ち絵と言われていて、まあ、なんていうんですかね、要するに絵を代わり番号に見せながら、見せる方法ですね。そういうのをやってみます。これ、じゃあちょっとね、例えばオフィスで、ビジネス日本語ですね、オフィスで、上司と部下が話しているところってことにしましょう。まず背景を、なんかね、オフィスっぽい、オフィスビルっぽい、こういうのにしましょうか。はい、これオフィスビル。それで、どうしようか。拡大と。ちょっとね、OS が、僕は ChromeOS っていうのを使っているので、人によっては違うかもしれませんけど、僕の顔が出てきちゃうので、これ邪魔なんですけど、どうやって消せるの？顔が邪魔です。顔が邪魔なんだけど、消せないね、これね。あ、これでやれば消えるのか？や、違うな。あ、違う。これは、あのとこですよね。ちょっと、まあ、じゃあ、僕の自分の顔がかかんないように、こんな感じで。はい、こんな感じで、キャプチャーしました。で、これを、Google の、ここに、もう、そのままペーストしちゃえばいいわけですね。まあ、バックグラウンドとしてね。あ、2回もペーストしちゃったもん、そして。はい。で、これを一応2枚用意しておきましょう。はい。で、そこに、でもこれはいらないから閉じると。上司と部下みたいなのが出てき、あの、ありますから。じゃあ、この人部下にしましょうね。この人部下。はい。あ、ちなみにこれ、パクタソっていうところで著作権フリーなんですね。なので、こういう時にはとっても、重宝しますね。はい。こんな感じで。はい。これが、じゃあこれこっちの辺つけておきましょうか。あれ？今下つもりだったけど、できてなかった。はい。これでできましたね。はい。で、これが、部下がこっちで話していると。でかいな。一応背景が会社ですよ。会社っぽくしたいので、こんな感じ。はい。で、もうちょっと、もうちょっと、下の方にね、ちょっと、あ、もう、こっち来ちゃった。上司っぽい人がさっき、このページにいたので、それも、ちょっと中年のね、男性の人が、いたので、やばい、時間なくなってくる。はいはい。来た。はい、この人。はい、この人ちょっと、あれですよね。上司っぽい感じですよね。僕のイメージですけど。はい。なので。こんな感じ。はい。キャプチャーしました。はい。で、これを、2枚目の方にね、ペーストします。あ、これもでかい。意外とでかいですね。はい。で、こんな感じで、で、これをですね、スライドショーにして、はい、今、上司ですよね。こっち部下。で、これで、切り替えながら話をすると、で、誰が話してるか分かると思いますね。あ、すみません、村上さん。実は明日の会議の件なんですけど、どうしましたか？実は資料がまだ揃ってないんですよ。そうですか。何か手伝うことがありますか？とかですね。まあ、こんな感じでやっていくと、誰が話しているのか非常にわかりやすいんじゃないかと思います。はい。そして、冒険は続きます。フィルミレンゲー。